フリードリヒ・ラッツェルは、ドイツの地理学者、生物学者、当時旺盛であった社会的ダーウィニズムの影響の強い思想を特徴とする、政治地理学の祖でもある。環境決定論者として認識されがちであるが、人類学会からは、進化主義に対する伝播主義の主張者として評価、されている。カールス・スルーエで4人兄弟の抜師として生まれた。父、カール・ラッツェルは、 宮廷の近似であった。ラッツェル家は身分的にも保護され、彼も何の不自由もなく育った。彼は放課後薬剤師としての訓練を積むようになり、1863年に薬学試験を受けた後、数年薬剤師の助手として働く。次第に彼の学問的関心が自然科学と文献学研究へと向き始めた。21歳の時までに地質学、 動物学をハイデルベルク大学、イエーナ大学、ベルリン大学で学ぶ。1868年にハイデルベルク大学より動物学の博士号を授与された。卒業後、南フランスへと旅行したが、金銭不足に陥り、それを補うために、ケルン新聞宛てに地中海の旅行式を投稿した。これは、読者から好意的に受け入れられ、彼は、 ケルン新聞の調査報告者として雇われ継続的に旅行報告をしていくことになった。彼はさらにイタリア、キューバ、メキシコ、ハンガリー、アメリカ合衆国へと調査旅行を行った。この間、不ツ戦争に従軍し、負傷している。この後に、モーリッツ・ワグナーと出会い、生物の新種は地理的隔離によって生じるという考えに大きな影響を受けた。 1871年、ミュンヘン工科大学に入学し、自然科学研究を継続する。ここで彼にとって地理学がますます大きな意義を持つようになっていた。1875年にラッツェルの調査旅行は終わり、ミュンヘン工科大学の地理学の志向師としての時代が始まる。その1年後には、院外教授に就任。ミュンヘンでの活動中に、 一般地理学に関する平易な24回の講義、アメリカ合衆国を出版。これらの作品は、彼の人文地理学の始まりでもあった。1877年に、イギリス旅行で知り合ったマリー・ウィンガーズと結婚。二人の娘に恵まれる。1886年に、ライプツヒ大学に招聘され、フェルディナント・フォンリヒト・ホーフェンの転出を受けて、地理学を受け持つ。 没するまで18年近くあたり大学での活動となる。この間、歴史学者のビルヘルム・ハインリヒロッシャーや、物理学者、ビルヘルム・オストバルト、心理学、哲学者のビルヘルム・ブントラを知り、影響を受ける。彼は、蔵書の拡大とゼミの活動の拡張に尽力した。学生からの人気により、彼の地理学の講義の聴講者の数は、急速に増加した。 しかし、研究活動と教育活動がまだ途上のうちに、体調を崩し1904年にアーメルラントで死去、59歳であった。ラッツェルは、ダーウィニズムの影響下に人類と自然の関係を体系化して人文地理学の基礎を固め、政治地理学の祖と考えられている。すべての原始的社会集団は、その地理的環境との関連によって様々な形で、 発展するとの考えに基づき、ラッツェルの地理学は、地球や大地と人間との間の関係を見るのを主な課題とした。文化としては、アフリカの民族を研究したレオ・フロベニウスがおり、文化建設を継承、発展させた。1897年に、著書、政治地理学で国家を、その隣接国と生命権を競い合う、有機体と定義し、後のドイツの政治思想に、 多大な影響を与えた。ありがとうございます。